国土交通省では、台風や集中豪雨により冠水など水害が発生した場合、またその恐れがある場合、被害を最小限に抑えるため、各地に排水ポンプ車を配備しています。これまでも東日本大震災や関東・東北豪雨など各地で発生した災害現場で排水ポンプ車が活躍し注目を集めています。災害現場における排水ポンプ車の設置は、二次災害を防止するためにも安全で迅速な作業が求められます。しかし、排水ポンプ車の設置や操作が複雑であるため、このビデオではそれらのポイント、注意点などを解説していきます。排水ポンプ車は1分間に30立方メートル排水可能な車両と60立方メートル可能な2種類があり、車両に搭載したポンプ台数が異なるだけで、操作や設置方法に大きな違いはありません。出動前の安全ミーティングで現場までの道路状況の情報共有を行います。特に被災箇所周辺では交通規制が多いため、あらかじめ通行ルート、車列順序を決めて現場に向かう必要があります。また現場での作業内容、方法、安全対策などを関係者全員で確認しましょう。出発前には車両の運行前点検を実施しましょう。積載されている装備品及び資材の数量確認を行うとともに、確実に固定されているか確認しましょう。排水作業は現場に応じて様々な資機材が必要ですが、想定される全ての資機材を車両に積載することは不可能です。初動時は出動する現場で必要となる最低限の資材のみとし、新たに必要となった場合は後発部隊に依頼するなどの対策も必要となります。排水ホースは傷ついたりしていないか確認し、傷ついたものがあれば新しいホースに交換します。現場に到着したら、進入路や車両設置位置の地盤状況の確認を行います。水際での作業は落水の危険があるため、ライフジャケットを必ず着用します。車両の設置位置は排水経路の障害にならない位置を選び、ポンプ投入箇所から動力ケーブルが届く40メートル以内とします。ポンプ投入箇所では水深1メートル以上あることを確認します。排水ポンプ車の操作盤は車両左側に設置されています。操作盤からポンプ設置位置が確認できるように、車両方向を合わせると作業が行いやすくなります。障害物や危険物により排水ホースが損傷したり、ホースの折れ曲がりにより排水能力が低下することがあります。排水ホース設置位置では障害物や危険物がないか確認し、適切な排水ルートを確保しましょう。車両設置後、速やかに設置用電極を設置しましょう。再度ポンプ投入箇所の水位1メートル以上の確認を行うとともに、水中の障害物の有無を確認しましょう。排水ポンプはキャブタイヤケーブルが接続されており、約30キロと重いため、積み下ろしや移動の際は2人から3人で行い、投入位置付近に仮置きします。
水中用ポンプの緑側とホースの黄色側を合わせ、ホース表面の赤または青のラインを上向きにし、ポンプとホースがねじれないように合わせます。ホースを押さえる人とクランプを締める人との2人で作業を行うとスムーズに接続ができます。クランプ継ぎ手のハンドルが下向きになっていると、係留用ロープがハンドルに引っかかり、クランプが外れる恐れがあります。クランプ継ぎ手のハンドルの先端が上を向くように位置を調整しましょう。クランプ継ぎ手の調整ナットにより人力で締め付けできる程度の硬さに調整し、締め付け、クランプ継ぎ手のロックがかかったことを確認します。1本目のホースは水際からポンプ投入位置までの余裕が必要なため、排水ポンプの近くでホースにたるみを持たせ余裕を確保しておきます。2本目以降のホースは敷設ルート上のホースの長さごとに仮置きします。ホースはポンプ側から延長の長いホースを順次仮置きし、末端2本のホースの組み合わせにより突出口までの延長を調節します。フロートは必ずポンプ番号と同じ番号のフロートを使用します。排水ポンプ投入後はフロートに記載されている番号でポンプを制御するため、異なる番号で取り付けられていると他のポンプと誤操作する恐れがあるためです。フロートに取り付けてあるチェーンで排水ポンプにフロートを取り付けます。フロートの裏面にはポンプを投入する際に掴むためのくぼみがあるため、表裏を間違えずに取り付けます。フロートの外側から排水ポンプに係留用ロープを接続します。再度排水ポンプにホース、フロート、係留ロープが確実に接続されていることを確認します。フロートの裏面にあるくぼみをつかみ、2人でポンプを持ち上げます。1人は排水ホース、もう一人はケーブルと係留ロープの介添えをし、合計4名で排水ポンプを投入します。ポンプを前後に揺らし、振り子の原理でポンプを投入します。ホースをコンクリートなどの鋭角部に直接設置すると、流水の重量や振動で擦り切れ破損する恐れがあります。そのような箇所ではエルボーを設置してホースを保護します。ケーブルや係留ロープを踏んでいたため、ポンプが飛んでいかず足元に落下したり、足に絡めていたため、ポンプと一緒に落下することがないよう、細心の注意を払い、ポンプを投入しましょう。ホース同士の接続は、接続金具にパッキンがついている黄色側と、ついていない緑側を合わせ、ホース表面の赤または青のラインが表になるように合わせます。排水ホースの折れ曲がる角度が小さくなると抵抗が大きくなり、排水能力が低下してしまいます。大きな曲線となるよう調整します。ホース同士の接続の際にはパッキンを確認し、接合面の汚れを除去し、継ぎ手面を横に寝かせて作業を行うと確実に接続することができます。ホースの末端はホースを固定するための突出口固定金具を設置します。突出口固定金具を設置するときは、取っ手が水平となるようにホースと接続します。突出口は排水による堤防の潜屈を防ぐため、必要に応じてブルーシートなどで養生を行います。ケーブルに亀裂や断裂がないことを確認し、排水ホースの下にならないよう
車両後部のコネクタ接続口付近までケーブルを伸ばし、投入したポンプの番号に合わせてコネクタ接続口にポンプ用電源ケーブルを接続します。接続部への雨水侵入を防ぐため、コネクタ接続口の蓋及び電源ケーブルの蓋を重ね合わせます。ケーブルを束ねたまま使用するとケーブルが発熱し損傷する恐れがあるため、必ずケーブルを伸ばして接続しましょう。車両側面にある発動発電機のバッテリースイッチをオンにします。操作制御盤内部に雨がかからないよう注意しながら、ブレーカーがすべてオンになっていることを確認します。すべてのスイッチおよびダイヤルが切りまたはゼロになっているか確認します。発電機スイッチを始動にします。始動にしてから数秒後にエンジンがかかります。ランプテストスイッチを押し、表示ランプなどが切れていないか確認します。発電表示ランプの点灯及び電気の電圧が 440V、 周波数が60から 63Hz であることを電源電圧計、周波数計によって確認します。電圧が大きく異なっている場合は、発動発電機本体の制御盤で調整を行いましょう。排水ポンプの始動時はポンプが水中を前進したりするため、ポンプ側に確認要員、係留ロープ要員を配置し、制御盤操作要員と合図を取りながら行います。また操作位置から突出口の確認が行えない場合には、突出口にも確認要員を配置し合図を取りながら行います。運転する排水ポンプ回転調節つまみがゼロになっていることを確認します。運転するポンプの運転スイッチを押します。運転するポンプの停止ランプが消灯し、運転ランプが点灯したことを確認しましょう。ポンプ回転調整つまみを回し、水量を調節します。ポンプの給水状況やホースの送水状況を確認しながら、徐々に回転を上げていきます。電流計および回転計が赤い針を超えていないことを確認するとともに、ホースや突出口が安定していることを確認します。ホース圧力を確認し、排水量の調整を行ってください。ポンプ始動後、水中のポンプが前進するため、ある程度止まったら係留ロープを固定します。ホース設置箇所が傾斜している場合などは、ホースが転がる恐れがあるため、土のうや角材、輪止めなどでホースを固定します。被災地域住民の不安を早急に取り除くためにも、1基分のポンプ、ホース、フロートを下ろし設営を行い、設営が完了したポンプから排水を開始することで、設営開始から排水までの所要時間を短くすることができます。その後1本ずつ順次作業を繰り返しましょう。ポンプ稼働中はゴミなどの異物の吸い込みに注意し、ポンプに異常が発生していないか、突出口の異常線窟などはないかなど、状況確認を行うようにしましょう。発動発電機、排水ポンプが完全に停止していることを確認します。車両のコネクター接続口からポンプ用電源ケーブルを外し、ポンプを車両付近まで移動させケーブルを巻いていきます。小さく丸めてしまうと断線の原因となるため、あまり小さくならないよう注意しましょう。
ホース内の水や雨水が電源ケーブルのコネクターにかからないよう、速やかにコネクターにキャップを取り付けましょう。排水ポンプの回収は、水を含んで重くなっているため、ホースと係留ロープを使用し、2人以上で引き上げを行います。引き上げた後に、ホース、排水ポンプのクランプ継ぎ手を外し、ホース内の水を抜きます。緑色の継ぎ手から、ホースの赤または青のラインを内側にして、ナイロンスリングと一緒に巻き取っていきます。ホースの巻き取りは、緑色の継ぎ手から巻き取ることで、黄色の継ぎ手が外に出るため、次回設営時にポンプ側から仮置きすれば、接続方向を間違うことがなくなります。赤または青のラインを内側に巻き取ることで、次回設営時に表線が上向きになり、ホースの種類を確認することができます。排水ポンプ、フロートなどを元の位置、方法で積み込みます。ホースの積み込みは、巻き取った側面を下にしてしまうと、荷台との摩擦でホースが損傷し、漏水の原因となってしまいます。車両にホースを積み込む際は、ホースを横にして積み込みます。最後に設置用電極を抜き収納します。現場出発前に再度積載位置、方法を確認するとともに、走行中の振動により各種扉が開くことを防止するため、固定金具がロックされていることを確認しましょう。排水作業は毎日設置訓練を行うことは不可能です。しかし、災害発生時にはスピードと確実性が求められます。土地勘のない場所で、かつ夜間での作業となる場合も考えられます。訓練前にこのビデオで注意ポイント、作業方法を担当者全員で確認し、安全に、そして確実に作業を行ってください。